ヨーハマは中国の元男性フィギュアスケート選手、現在はコーチである。1984年サラエボオリンピックペア中国代表。フィギュアスケートの世界選手権に中国代表として初めて出場した選手でもある。2007年1957年、ハルビンに生まれる。中国に外部の情報がほとんど入らなかった時代にフィギュアスケートを はじめ1970年から現在では名門となっているハルビンフィギュアスケートチームに所属。当時は動画資料が全くなかったため、用途パートナーのランは写真からペアのムーブを推測して技術や振り付けの練習を行った。そのような状況で出場した1980年のドルトムーンと世界選手権では観客から失笑を買い、順位は最下位の15位となった。 要は1981年、1982年の世界選手権にも出場するが、いずれも再開。1984年のオリンピックでは15位となった。これらの屈辱的な経験が、要を後に世界的な名コーチにまで押し上げる原動力となる。1984年限りで現役を引退してコーチとなり、1986年からは中国。 代表チームのコーチに就任し、指導力を発揮する。特に、ペア競技においては、新雪超広志博組や法政東権組、超単超広志組をはじめとする、競合ペアを、次々と排出してきた。2004年の世界選手権は24年前に屈辱を、味わった街、ドルトムントで行われた。この大会で、ヨーが育てた3組のチームは2位。 3位、5位に入り、要はこの年の最優秀コーチにも選ばれた。この時、要は、こう言ったと伝えられている。努力、経験、実行を積み重ねて、ついに、私たちはここまでたどり着いた、かつて私が夢見た場所に。要の育てたペアは2006年のトリノオリンピックでは、銀メダルと銅メダルを、2010年のバンクーバーオリンピックでは、 金メダルと銀メダルを獲得した。2012年に彼がメインでコーチングしていた超単安超広仕組みの解散とともに、高知業の第一戦からは退いている。長短の引退発表に際しようは我が子のように愛していると話した。洋の一門の選手の演技の最大の特徴は躍動感と力感にあふれる演技である。 洋が育てたペアが登場するまでのペア競技は、父と娘のような体格差の男女がパートナーを組んでいることが一般的であり、それが勝つための最善の方策でもあった。しかし、洋の教え子で最初の世界王者となるサ猿ゆき超広主白組は、ペアの女性としては、例外的なまでに大柄なサルを指して大柄な体格でもない蝶が、他のどのチームよりも高く、 そして遠くに投げてみせた。四回転ツイストリフトを世界で初めて成功させたのも、洋の教え子である、超単超広仕組であった。洋の文化性は、こうしたアクロバティックな技を極めて美しいフォームで、こなし、躍動感や力感に、芸術性を極めて高度なレベルで融合させ、救済点の芸術点や、震災点の演技構成点でも高い得点を、 引き出している。新ユキ超広主白組が伊藤緑をしてペアの歴史を変えたと言わしめたように、かつてはソ連ロシアが圧倒的に強くソビエトのペアのように滑ることが高い評価を得るために必要なことであると考えられていたペア競技に全く新しい価値観を創出したという点で、洋の功績は非常に高く評価されている。 h t t p s w w w s p o r t s r e f e r e n c e c o m o l i m p i c a t h l e t e s s y a h s y a h i e o b i n 1 h t m l i n t e r n a t i o n a l f i g u r e スケーティングマガジン S2004? ありがとうございます。